マック西麻布です。やっぱり皆さん自分がね生まれたところのふるさとの祭りっていいもんでしょ。一人50キロ上げなきゃいけないんでね、かなりきついですよこれ。皆さんおはようございます。今ね朝の5時ですね。あいにくのね雨でこれから少し降るみたいですね。まあ、せっかくの土曜日でね、それで私の今働いてるところが今日と明日が祭りなんですかね。まあ顔を出そうと思ってたんですけどね、まあねビールくらいね持っていかないとね。まあ、私は発泡酒ですけど持っていくのに発泡酒ってわけにもいかないんでね、本当だったら私が飲みたいんですけど。まあねやっぱ付き合いっていうものもありますからね。でこれがね私が生まれたところのね祭りなんですよ。でうちの田舎ではねみこしってほぼ担がないんですよね。皆さんてかみんなでこれを担ぐんですよね。まあ、重さが3トンくらいありましてね、でこれが今60人くらいで上げてんのかな、60人ちょっといるかな。一人50キロ上げなきゃいけないんでね、かなりきついですよこれ。今ちょっと音をね聞かせられないのが残念なんですけれど、だからこれ秋にあるんですけどね、まあ、これだけは帰りたいんですよね本当は。やっぱり皆さん自分がね生まれたところのふるさとの祭りっていいもんでしょ。でもね、まあ、帰るって言ってもタダじゃないしね。まあ、私は四国なんですけどね、やっぱりまあ5万10万ないとね帰れないですよね。まあ、いい年してねちょっとみっともない話ですけどね。でこれをねこうみんなでこう割ってこう上げるんですよね。まあ、100人いればね、まあ、1人30キロ上げればいいですけど、なかなかねこれ100人で担ぐったら目いっぱいもうきしきびちびちに詰めないと入んないですよね。まあねもう田舎もね両親も死にまして、兄貴も死んで血のねつな、がったもう肉親っていうのはいないもんでね、もう兄貴の嫁さんの家になっちゃいましたんでね、私ももう帰りづらいというか、まあ仏壇とかありますからね行かなきゃいけないんでね、本当は顔も出したくないっていうのもあるんですけどね、まあいろいろありましてね。だからまあ帰る家がもう私にはないんですね。まあ親戚でね、まあ、こんな私でもねまだ付き合っていただいてくれてるところもあるんですけれど、まあでもね逆に言う逆を言うと、もう私が生きてるっていうことがすなわちねまあ両親が死んでもこの世には存在しないわけでしょ。だから両親の、まあ、DNA を持ったものはね私しかいないわけですよ。だからまあね私が、今を生きなきゃいけないというね、私が生きることが、まあ私の両親も生きてるっていうことなんですよね。だから私は変なことはできないですよ。まあ全然自慢できないしね。本当下流老人なんですけどね、まあ私の両親が下流老人じゃねいけないんで、私がもっとしっかりしなきゃいけないんですけど、まあねでも犯罪とかしないでまあちゃんと生きるっていうことがね私に課された使命だと思うんですよね。逆にだからお子さんとかがね不幸にして、事故とか、まあ、いろんなことで先に亡くなられたとしたらね、まあ、息子さんがとか娘さんがねお子さんがこの世にもういなくなったら逆に、ご両親が生きるっていうことがね子供の分も生きるっていうことだと思うんですよね。だって親が語ってやらなければ子供の存在っていうのはもうこの地球上にねなくなるわけじゃないですか。でも私の子供はこんなだったんだって、この間もねテロでね、まあ、テロというかあれも戦争だと思うんですけれど不幸にしてねパキスタンで亡くなられ、バングラデシュかな、昔の、東パキスタンでしたっけね、バングラデシュでねああいうふうに命を落としたですよね。でご両親辛いと思いますよ。でも自分の子供はねこんな立派な子供だった
立派じゃなくても子供の時は可愛くてねっていうことを親が語ってやらなければ、子供の存在っていうのはね、もうこの地球上から消えてしまうわけです。だから私がね、まあ、こんな下流老人返す返すも下流老人、まあ、今日もこうやってね、皆人様にあまりご迷惑をかけずに、まあ、迷惑かけてるかもしれませんが、まあ、生きているっていうのもやはり私が両親の分も生きなきゃいけないわけですよ。まあ、私はね、子供いないので嫁さんもいないですから、もう DNA をね、後世に伝えることができないんです。これはもう非常にね、親不孝をしてますが、まあ、せめてね、私が今日もこうやってね、生きてるっていうこと、そして今日もね、まあ、私の両親について、まあ、何も語っちゃいませんけれど、こういったことを語ることがね、存在を伝えていくっていうことだと思うんですよね。まあ、だからできればね、どなたか私の DNA を、あ、でも無理かな、もうね股間を押さえてますけどね、ちょっとねドーピングしても無理だし、なおかつもうダメかもねえ頑張ろうかな10度20度30度マック西麻布ですいや、ハーマですけどね。まあこれね、みんなで担ぐんですよね。こうやって上がんないんですよ、これが。もうね、すごい大変なんですよ。私も、何年か前にこれ担ぎましたけどね、死ぬかと思いましたよ、本当。もう次の日これ仕事になんないでしょ、皆さんね。でもこれがいいんですよね、田舎の祭りっていうのはね。お、上がりましたね。今年帰れるかな。帰ったらね、スタピとか持って帰って撮影したいんですけどね。まあ頑張ります今日はね、そんな話でしたけれど、まあ皆さん良い週末をお過ごしください。それでは皆さん。